児玉芽衣選手のダイナミックなスプリントフォーム。どうもこんにちは、赤瀬です。日本女子短距離界のエースである児玉芽衣選手、先日ですね、全日本実業団において日本歴代2位となるね記録で 100m の、ね、自己ベストも更新してきたわけなんですけども、惜しくもですね、日本記録に肉薄してね、届かなかったわけですよね。もしかしたら今シーズンね、残り少しになってきましたけども、その中でね、日本記録を更新するチャンスっていうのがね、出てくる可能性もありますよね。体型としてはですね、小柄なんですけども、そのね、全身をフルに使ったダイナミックなスプリントフォームっていうのが魅力的ですよね。その走り方を紐解いてですね、皆さんのトレーニングの方法や、まあ実際のね、走り方に落とし込んでいく方法、このあたりを今日はですね、徹底解説していきたいと思います。なので、児玉選手のようなですね、大きなストライドを生んでいきたいとかですね、まあそもそもね、100メートルのトップスピードもっともっと引き上げたいという方ですね、ぜひ最後までご覧いただいて参考にしてもらうといいかなと思います。このチャンネルではですね、陸上競技短距離走に関する速く走るための方法や理論や考え方を紹介していますので、チャンネル登録していただいて、他の動画もね、この後ぜひチェックしてみてください。では早速やっていきましょう。はい、それではですね、児玉芽衣選手についてですね、もう少しプロフィールをですね、詳しく見ていきたいと思います。1999年生まれですね、大分県出身の選手ですね。で、今年ね、社会人ルーキー1年目ですよね。福岡大学で名実ともにね、学生ナンバーワンに上り詰めてですね、今年ね、実業団の名門チームである水野に入社してですね、活躍をしております。100メートルの自己ベストは先日更新した11秒24。200メートルはですね、23秒41ですね。昨シーズン引退した福島さんが持っている日本記録に、あと少しまでね、迫るところが来ていますよね。もしかしたら、今シーズン中に、まあ、コースコンディションがね、整えばですね、日本記録更新もあるかなと思います。まあ、それぐらいですね、まあ、本人のインタビューでも言っていましたけども、体のコンディションもいいということでしたよね。で、陸上競技を始めたのは小学3年生とね、まあ、比較的早い段階から陸上をやっているそうですね。で、小学5年生で全国大会も優勝を経験していると。中学生の時はですね、中3の時かな、200メートルで全国5位などにもね、輝いていますね。まあ、その後ね、高校ではですね、少し挫折を味わいますね。1年生2年生はまあ怪我が影響してですね、思うように練習もできなかった時期が続いたそうです。そして3年生になるとですね、まあその能力がね一気に開花してきてですね、まあインターハイそれから国体ですね、 100m を2冠するという形になりますね。で、大学生に入ってから、まあ、日本代表にもですね、名前を連ねるようになってくるわけなんですけども、大学2年生時の日本選手権で 200m は優勝、3年生の時は 100m 優勝、4年生昨年ですね、 100m、200m 2冠という形でですね、日本選手権はもちろんですね、インカレ、学生個人選手権などのタイトルも獲得しています。そしてね、今年なんですけども、まあ水野ね、入社1年目ということもありまして、ちょっとね、日本選手権で 100m はですね、君島選手に負けてしまってね、2位、ただし 200m ではリベンジを果たしてですね、優勝をしていますよね。そして先日行われた全日本実業団ですね、社会人の全国大会になってくるわけなんですけども、ここで100メートル、200メートル2冠している、そして素晴らしいタイムをですね、記録しているという形になりますね。はい、それではですね、児玉芽衣選手のですね、速く走るポイント、ここをですね、5つに厳選してみましたので紹介していきたいと思います。で、実際のね、スプリントフォームね、まあ皆さんね、テレビやですね、 YouTube などでね、見たことあるかなと思うんですけども、概要欄にですね、まあ先日のレースですとか、これまでのね、日本選手権や学生の時に、ね、活躍してたようなレースなどもね、リンク貼っておきますので、ぜひね、チェックしてみてください。で、もちろんね、今現役で日本最速の女子選手になってくるわけなんですけども、まあ女性のアスリートの方々、プラスですね、男性のアスリートの方もですね、しっかりと真似していきたい、参考にしていきたいポイントっていうのはね、ありますので、まあ特にですね、シザース動作、左右の足が入れ替わるところとか、地面に対して乗り込み動作、ここがね、うまくできていないというね、男性の選手でも、しっかりとね、参考にしてもらうといいかなと思います。じゃあまずポイント一つ目なんですけども、大腿部のダイナミックなシザース動作ですね。大腿部というのは太もものことですね。で、シザースなので、ハサミという意味ですね。つまり、左右の大腿部、左右の太ももで、その間にある空気をですね、直近直近切っていくような形。つまり左右の足がね、素早く入れ替わっていく動作ですね。ここが非常にダイナミックなんですね。児玉選手といえばですね、前に振り出た足の膝の下がピンと開いてですね、大きな足の動きっていうのにですね、目がまずね、行きがちなんですけども、やはりね、重要になってくるのは、体の中心に近いですね、股関節の動き、そして大腿部の動きというわけですね。なので皆さんね、一度児玉選手の走りを見る際にですね、膝から下はとりあえず置いといてですね、
大腿部ですね、太ももの動きがどうなっているかなというところですね。ここをチェックしてもらいたいなと思います。前後にダイナミックに動く、大きな可動域で動くのはもちろんなんですけども、そのスピードですね、シザースのスピード、ここがですね、凄まじいものを持っていますよね。なので、太ももがですね、素早い切り返し動作で入れ替わり続けるので、そこから下についている、つまり膝から下ですよね。この部分は無知のようにしなって、股関節の動きに連動してですね、地面にうまく力を伝えると、そういう役目をしているわけですよね。またですね、この切り返し動作がですね、非常に速いので、体の前でですね、ももがあまり高く上がらないようにも見えますよね。同じようなスプリントフォームで言うとですね、日本短距離界のレジェンドである伊藤浩二さんなどがですね、ももが高く上がらない、素早いシザース動作やですね、ダイナミックな股関節の動きを利用したスプリントフォームっていうのをね、やっていましたよね。もちろんね、細かいところの動きは伊藤浩二さんとは違ったところがあるんですけども、まあ、大まかなところでね、見てみるとですね、まあ、非常に似ているようなね、スプリントフォームをしているかなと思います。それではポイント2つ目なんですけども、身長に対するストライドの大きさですね。まあ、身長160センチと、まあ、女子選手の中でもですね、大柄という選手ではないですよね。ただし、本人もですね、ストライドの大きさなどをね、売りにしているようにですね、一歩でね、ぐんと重心を進める能力というのがですね、非常に長けていますよね。で、これを実現しているのがですね、自然な膝の下の振り出し動作になっています。特にですね、体の前に勢いよく振り出された足、そしてここにですね、ブレーキをかけてですね、股関節が戻ってくると、進展してくるような動きが加わってくるとですね、膝の下がピーンと伸びて、ストレートレッグですね、体の前で足がまっすぐになるような局面が出てきます。なので、足全体をうまく利用してですね、できるだけ一歩で遠くに行くような高度なスプリントスキルがですね、ここで発揮されているわけですよね。で、この動きだけですね、皆さんね、真似してしまうとですね、怪我につながってしまったりとか、そもそものスピードが上がらないという状況につながってくるかと思いますので、重要になってくるのは、次の3つ目の走りのポイントですね。ここでお話ししたいのは、高度な乗り込みスキルというところですね。乗り込み動作というのは、足が前に振り出てですね、まあ、着地をしていきますよね。その位置に対して重心をぐっと素早く進めていくと、重心が乗り込んでいくという動作になってきます。でね、児玉選手の場合ですね、膝の下のリーチアウト、膝の下がね、大きく開く動きのことですね。これが行われているので、通常ですね、この乗り込み動作っていうのはですね、この状態ではめちゃめちゃ難しいんですね。ただし、接地の瞬間には左右の足の入れ替えがバシッとタイミングが合うということですね。じゃあこれなぜそういうことが可能かというと、誘脚、後ろから前に持ってくる足のスイングスピードがすごい速いからできるわけですね。つまりこの足でですね、自分の重心を前に運ぶと、水平方向への推進力を生み出している舵取りの役目をですね、誘脚が担っているので、大きくね、振り出された足が着地する瞬間にですね、左右の足がバシッと入れ替わるシザース動作が完了できるというわけですね。つまりこの瞬間に出た足に対しての重心の乗り込みがですね、早い段階で行われるということです。で、やはりですね、この誘脚の速いスイングスピード、これを実現しているのは適切なタイミングでの位置というわけですね。つまり地面を後ろに押しすぎ、キックしすぎないことによってですね、正しいタイミングで後ろの足を前に持ってくることができる。つまりそこでですね、素早いスピードをね、スイングスピードを出すことができるということですね。まあ、走りの動作を見る際にですね、例えば児玉選手の場合だったら、前に出たスイング足の膝の下が開いてくるところのね、ダイナミックなところにね、目が行きがちなんですけども、その前段階や前段階ですね、その足が振り出てくるところはどうなのか、その足が地面から離れるところはどうなのかと、そこまで戻ってもらうとですね、そのね、速さの秘密がですね、紐解けるかなと思いますので、動きチェックする際はですね、目立っている特徴がなぜ出ているのかとね、逆再生して見てみるのもね、ちょっと面白いかなと思います。はい、それからポイント4つ目なんですけども、膝は潰すということですね。前に勢いよく振り出た足、そして膝の下が開いてですね、ストレートレッグ、足がまっすぐになった状態がありますよね。着地の直前の動きになってきます。ここからですね、まあ、体の重心の真下にですね、引き込んでくるような動作が生まれてくるわけなんですけども、着地の瞬間にはまっすぐだった足の膝が曲がってですね、やや屈曲した状態で接地を行います。これね、後ほど解説していきますけども、児玉選手が実際にやっているスプリントドリルの中に、まあ、ストレートレッグというね、ドリルがあるんですけども、そこでですね、膝をですね、曲げた状態で行うことを意識してやっているそうですね。でね、膝がね、やや屈曲した状態で接地をするんですけども、ただし足が地面についている間に重心が前に移動していきますよね。その間、膝や足首の角度変化ですね、一度ついた角度から
大きく変化することなくですね、重心を移動させることができているわけですよね。もちろんこれが速い選手の共通点にはなってくるわけなんですけども、つまりこれどういうことかというとですね、地面につく瞬間に、まあ膝のつぶれも利用してですね、グググググッと大きな力を溜め込みます。そして溜め込んだ力をですね、鉛直方向、上方向に反発としてですね、跳ね返しているわけですよね。じゃあ上に浮いてしまっては前に進めないじゃないかと思うかなと思うんですけども、ここで前への推進力を担っているのが、先ほど3番のところでお話しした誘脚のスイングですね。つまり地面についている方の足というのは、しっかりと地面からの反発のエネルギーを溜め込んで上方向に跳ね返すと。そして空中に浮いている方の足で前の推進力を担うと。つまりこの2つの役割分担をしっかりとしているということですね。実際に児玉選手が行っているですね、スプリントドリルの構成でもですね、最初上に跳ねるような動きから入って、だんだんと進む方向を前方向に変えていくようなね、スプリントドリルの構成、順番でね、やっていました。なので、ね、こういう意識がですね、しっかりと走りのところにもですね、現れているんじゃないかと思います。はい、ポイント5つ目なんですけども、ここまでの高度なスキルを発揮できる強靭な脚力ですね。まあ、児玉選手のですね、スプリントフォームを見てもらうとわかるんですけども、まあ、上半身ね、非常に華奢なんですけども、足見ていただくとですね、非常にがっしりとしたものを持っていますよね。この児玉選手の動作、通常の人が行うとですね、まあ、怪我のリスクかなり高いと思います。股関節を伸展、引き戻しながらですね、膝の下が開いてくるような動作のところですね、タイミングがですね、持っている筋力が低いとですね、肉離れの危険性がね、あるかなと思います。まあ、これをね、児玉選手は持っているね、動きの柔軟性、それからですね、筋力面でしっかりと補っているというわけですね。そのベースが整っているからこそ発揮できるスキルかなと思います。特にですね、先ほど言ったハムストリングス、ももの裏の筋肉ですね、あと股関節屈曲筋、股関節を曲げてくる筋肉、腸腰筋やですね、まあ、ももの前の筋肉ですね。大腿直筋ですね。まあ、あとは内転筋ですね。ももの内側の筋肉。足が外に開いてしまうのを抑えるところと、あとは接地のですね、安定感を生むところですね。ここに役立つ筋力の一つですよね。そしてですね、まあ、体の中でね、足ってね、非常に重い部分なので、ここをですね、高速でシザース動作、スイングしていくためにですね、その根元である体幹がしっかりと使えていないと、整っていないと、この素早いスイング動作で実現できないんですね。なのでもちろん足だけではなく、体をうまくコントロールするための体幹の能力っていうのもめちゃめちゃ高いかなと思います。まあ、ちょっとね、具体的な筋力トレーニングの方法は知らないですけども、高度なね、技術練習に合わせて、こういったね、フィジカルトレーニングもかなり進んでいることがですね、想像できますよね。はい、ここまでね、僕が客観的に見た児玉選手の走りというのをですね、解説させてもらったんですけども、ちょっとね、参考までに、ネットのね、記事に児玉選手本人が言ってたですね、理想の走りの感覚というものがですね、出ていたので紹介していきたいと思います。まずはですね、バランスの取れた安定感のある姿勢を作りですね、そこから足を前に引き出す動作をしていくということですね。そして前に引き出された足に重心を乗せながら進む。結果的に地面を蹴った瞬間に生まれる反発力をですね、最大限に使うことができる。これが無駄なエネルギーを使わず速く走る方法であるということですね。やはり基礎となってくるのは姿勢のところ。それが実現できているからこその足のスイングであり、乗り込み動作であると。結果的にですね、あまり大きな力を使わずに地面からの反発をですね、最大限に利用して推進力に変えていくというわけですね。まあ、こういったね、理想の走りをですね、女子の短距離界のレジェンドでもある信岡コーチとですね、二人三脚でですね、理想のスプリントフォームを追い求めている。そして日本記録の更新にチャレンジをし続けているということですね。はい、それではですね、ここまで児玉選手のですね、走りの分析などをね、行ってきたわけなんですけども、そこをですね、皆さんのトレーニングに活かしていく方法を紹介していきたいと思います。で、実際にですね、先ほども言っている通りですね、児玉選手のスプリントドリルというのはですね、YouTube 上でね、配信されていますので、そこをですね、少し参考にしながらやっていきたいと思います。で、児玉選手の意識としてはですね、おそらくですけども、上に弾むような動きから、スプリントドリルをいくつかこなす中で、前に進ませるような動きに移行していっているというところが一つのテーマ。それからですね、シザース動作の速さですね、左右の足の入れ替わり動作ですね。あとは、前に出た足に乗っかる乗り込みの動作。そこにですね、非常に大きなポイントを持っているかなと思いますので、そこをですね、実現していく方法、ドリルをですね、10個紹介していきたいと思います。まず、一つ目。ハイスキップをやってみましょう。まあ、スキップの動きになってくるんですけども、一歩一歩でですね、非常に高く飛んでいくようなスキップですね。なので、まずですね、鉛直方向、上方向にしっかりと地面をグッとプッシュしてですね、
飛び上がっていこう、弾んでいこうという動きをですね、ここで獲得していきたいと思います。スキップという動作ですね。2回地面を叩く中で体を前に進ませていくわけなんですけども、引き出していく膝のリード方向、どっちの方向に膝を出すかによってですね、進みたい方向をコントロールすることができます。前に進みたい場合はですね、膝を後ろから前方向に素早く引き出していくと。上に飛び上がっていきたいわけなので、上方向に向かってですね、膝を引き上げていくということですね。そこと同時に腕もですね、大きく上方向に引き上げながらですね、体を持ち上げるアシストをしてあげましょう。結果的に地面は強く押すことができてですね、弾むような動作を獲得することができるというわけですね。まず、すべてのドリルの前段階としてですね、鉛直方向の力を高めていくというところですね、ベースにやっていきましょう。それから2つ目のドリルはですね、スピードスキップをやってみましょう。まあ先ほどね、ハイスキップといって高いスキップ動作やってきましたけども、次はね、前に速いスキップ動作をですね、入れていきたいと思います。なので、膝を引き出す方向を前方向に特化させてですね、しかもですね、後ろから前に持ってくるスイングのスピードをめちゃめちゃ速くしてあげるということですね。なので、素早いスイング動作によって自分の重心を前に進めてあげると、一緒に連れてってもらうというのをね、意識しながらやってみてください。プラスして意識してもらいたいのは、足が出たところに一瞬でしっかりと腰を進めていくと、この乗り込みの意識ですね。まあ、腰と言いましたけども、児玉選手の感覚で言うと重心ですね。足が出たところに重心を乗せていくと、ここをですね、毎回意識しながらしっかりとスキップね、やってみたいと思います。でね、スピードを求めていく形になってきますので、例えばね、20メートルのタイムを測ってみたりとか、友達と競争しながらやってみたりしながらですね、速いスキップ動作というのをですね、実現してもらいたいなと思います。それから3つ目ドリルはですね、同じスキップになってくるんですけども、シザーススキップをやってみたいと思います。これもですね、スピードスキップに似たような動作になってくるんですけども、体の前でですね、足をさばくようなダイナミックな動きを取り入れたスキップの方法になってきます。なので、ここまでですね、ハイスキップで鉛直方向への力を出していく、スピードスキップで足を前にスイングするスピード、そしてですね、出たところに乗り込むようなスキルを獲得していく、そしてシザーススキップでですね、体の前で足を入れ替えるような素早いスイング動作、素早いシザース動作を実現していくと。段階的にスキップを使ってですね、スプリント動作に近づけていくわけですよね。なので、スキップをですね、スプリントトレーニング、スプリントドリルにですね、構成に入れる際はですね、こういった段階的にやっていくとですね、非常に効果的かなと思います。ただ単純にスキップやってみようではなくてですね、上に弾むスキップから前に弾むスキップに変えてみたりとか、スキップを進める距離を変えてみるなどしてね、工夫をしてみてください。はい、4つ目に紹介していくのがですね、A スキップと呼ばれるドリルになってくるんですけども、まあ、スキップというんですけども、どちらかというと、ニーアップですね。もも上げをしていくようなドリルになっていきます。1、2のリズムを刻みながらですね、ももね、高く上げていくんですけども、上げると同時にですね、しっかりと地面を真下方向にぐっと踏み込むところですね、そこを意識してやってもらいたいなと思います。踏み込む瞬間に軸足のお尻にしっかりとぐっと力が入るわけですよね。なので、頭からですね、かかとまで一本の軸を意識する姿勢をしっかりとキープしていくことでですね、地面を押し込むような動作によって、自然に足が引き上がってくるのをですね、まずこの A スキップを使って感じてもらいたいなと思います。じゃあ引き続き5つ目のドリルは B スキップですね。 B スキップはですね、 A スキップのリズムに基づきながらですね、前に引き出た足を引き戻してくると、この際にですね、足をですね、ムチのようにしならせてですね、股関節優位の動きで股関節、膝、足首とですね、だんだん力を伝えてですね、引き戻してくるという動作になっていきますね。まあ、スプリット動作に近い形になっていきますよね。まあ、こういったですね、足の振り出し動作をドリルにね、入れる場合はですね、膝の下がですね、先に開いていかないように注意をしていきましょう。まあ、児玉選手の走りでもそうですけどね、膝の下の振り出し動作というのがですね、非常に目立つ形になります。体のね、中心で行われていることの結果が、末端に伝わっていくわけなんですけども、なので目立つのがですね、末端の動作、膝から下の動作になってくるんですけども、そこをですね、優位、先に動かさないように注意をしていきましょう。股関節で発生させた動きをですね、膝、足首と伝えて地面に最終的に伝えていく。その順番をですね、守りながらですね、B スキップやってもらうといいかなと思います。それから6つ目のドリルはですね、ストレートレッグですね。これもね、児玉選手が取り入れているね、ドリルをですね、採用させてもらいますね。で、ストレートレッグはですね、その名の通り、膝をまっすぐに伸ばした、まあ、股関節からですね、足首までですね、足をですね、まっすぐに使ったような形のですね、スプリントドリルになってくるんですけども、ここでですね、児玉選手の意識も取り入れていきたいので、スタート前に膝を少し曲げた状態、重心を落とした状態でスタンバイしていきましょう。前に振り出るときはですね、もちろん膝が伸びてストレートレッグになってくるんですけども、
設置の瞬間には最初に設定した膝の曲がり具合、重心のポイント、そこにですね、引き戻してくるような意識でね、やってもらうといいかなと思います。もちろんね、地面につく瞬間にはですね、まあ、膝がですね、比較的伸びている、足がまっすぐになった状態でついていくのがですね、理想形とはされていますけども、膝がですね、ある程度曲がっていないとですね、やはりグググッとね、簡単に言うとバネの力を溜め込むことって難しくなってきますよね。なので、設置の瞬間の膝のね、曲がり具合、潰れ具合まで意識してですね、ストレートレッグをやる前にそのねポジションを取ってあげることでですね、よりですね走りに実践的なストレートレッグスプリントトレイルがねできるかなと思いますので、皆さんもね試しにやってみてください。まあ感覚がね良ければですね、こういったストレートレッグ採用してもらってもいいですし、ちょっとね重心が落ちすぎてしまって感覚が悪いという方はですね、まあ通常のストレートレッグですね、前に引き出た足を素早くね引き戻してくるような動作に強調をかけてみる、アクセントを入れてみるというところですね、そこをイメージしながらやってみてもいいかなと思います。はい、それから7つ目のドリルなんですけども、ハードルを使ったシザースドリルですね。これをやってみましょう。まあ、ここはですね、スプリントドリルなんですけども、合わせて補強運動ですね。股関節を曲げてくる筋力もですね、同時にアップさせていきたいと思います。ハードルを2台並べてもらって、その間に立ちましょう。そこでですね、ももを上げた姿勢がスタンバイの姿勢になっています。ここからですね、素早く左右の足を入れ替えてですね、シザース動作をやっていくというわけですね。つまり、進んでいない状態なので、まあ自分のね、重心の真下ぐらい、イメージとしてはですね、自分の溝落ちの真下ぐらいに足を引き落とす意識でやっていくと。で、引き落として地面につく瞬間には反対の足はもう引き上がっていると。この状態を必ず整えていくということですね。で、これをですね、バシッと1のリズムで切り替えてみてもいいですし、1、2とですね、切り返しを2回行う動作でもいいですし、1、2、3とですね、切り返しを3回行う動作でですね、やってみてもいいかなと思います。で、負荷を上げたい場合はですね、例えば重りをつけてみる。パワーアンクルですね。こういったものをつけてみるとか、チューブをうまく使ってですね、抵抗をかけてあげることで、まあ自分のね、足の重さプラスアルファのところでですね、シザースドリルね、やってもらうとですね、筋力アップにもつながるかなと思います。それから8個目のね、ドリルはですね、レジステッド走をやってみましょう。これはですね、2人組でやるトレーニングなんですけども、チューブやスポーツタオルなどですね、あと専門のハーネスなどもあるかなと思うんですけども、重心のところに結びつけてですね、後ろから抵抗をかけてあげる形でですね、なので後ろに立っている人は前に立っている人、実際にですね、走っていく人がですね、うまく加速できないようにですね、抵抗をかけてあげると。そして前でですね、走っていく人は、その抵抗に抗うような形でですね、やってもらいたいなと思います。なので、これね、どちらかというとですね、一時加速ですね、スタート局面のドリルになってきますよね。なので、前傾の姿勢、斜め45度の姿勢を意識するということ。そしてですね、足をくるくる回すのではなくてですね、できるだけ直線的に動かしてあげてですね、地面をグッと押していくような感覚をですね、毎回引き出してもらいたいと思います。で、実際の児玉選手のですね、このレジステッド走というのはですね、負荷をつける部分ですね、そこを重心の位置ではなく、もう少し下ですね、まあお尻のあたりにつけてやっていました。で、意識としてはですね、股関節の下から動かすような意識でやっているということですね。ちょっとね、僕この位置につけてやってみたことがないので、まあ、この動画ではあえて取り上げなかったですけども、まあ、皆さんの中でですね、専門のハーネス持っていてですね、まあ、このお尻のところにね取り付けてねできるよっていう方はですね、ちょっと一回やってみてですね、どんな感覚かね教えてもらうといいかなと思います。なのでスタートダッシュのですね、力強く地面を押していくような児玉選手の動きっていうのはですね、こういったレジステッド走からね生まれている可能性もありますので、皆さんもぜひね取り入れてやってみてください。はい、それから9つ目トレーニングはですね、スピードバーニングですね。ここからまとめの動きに入っていきたいと思います。スピードバーニングはですね、前方向に、まあ、スピードをですね重視したバーニングの方法になってくるわけなんですけども、まあ、股関節を前後にダイナミックに使っていくということ、そしてですね左右の足のスイング動作ですね、後ろから前に持ってくる足のスピードを引き上げていくと、そして前に出た足の引き戻しのスピードも上げていく、そして着地の瞬間に左右の足がバシッと入れ替わるというところですね。そこをまあ走りよりも強調した形になってきますので、このねシザースのタイミングですね、スピードを意識しながらスピードバーニングねやってみてもらうといいかなと思います。まあ仲間と競争してみるのもいいですし、実際ね 100m ほどスピードバーニングねタイム測ってみるのもねいいかなと思いますので、スピードそして記録にチャレンジしながらやってみてください。最後10個目はですね、走りのトレーニングですね。 30m プラス 30m の加速走をやってみましょう。児玉選手の魅力としてはですね、やはり体が起き上がってくるところの二次加速局面ですね。ここでピッチ、ストライドともにですね、ぐーんと広がってきてですね、他の選手をですね、どんどんと引き離していくわけですよね。なので、ここを意識したですね、スプリントトレーニングでですね、まとめをしていきたいと思います。30メートル使ってですね、まずはしっかりと加速をしていきましょう。そしてですね、スピードが乗ってきたところで30メートルの区間タイムを測ってあげるということですね。この
後半の30メートルの区間タイムを上げていくところにですね、注力をしながらこのね、加速走をやってみてもらうといいかなと思います。なので体をね、徐々に起こしてきてですね、まあ30メートル地点で、まあおおよそですね、体が起き上がった形になってくるかなと思うんですけども、その状態でですね、トップスピードの局面である60メーターぐらいまでですね、走ってあげるというね、トレーニングの方法になってきますよね。なので、先ほど紹介したレジステッド走でですね、一時加速のスキルを獲得してもらったらですね、この加速走を使ってですね、二次加速、そしてトップスピードのところにつなげていくようなですね、技術や体の動かし方をですね、学んでもらうといいかなと思います。はい、というわけで今日はですね、日本女子短距離界のエースである児玉芽衣選手についてですね、まあ動作の解析とですね、トレーニングの方法を紹介させてもらいました。まあ、女子短距離界というのはですね、福島千里さん、まあ僕ね、同い年なんですけども、長きにわたってですね、牽引してきてくれたわけなんですけども、まあ福島さんがね、日本記録出した時、日本のね、女子の短距離がですね、世界に近づいた時だったかなと思います。あれからですね、もう10年以上経つわけなんですけども、その中でね、児玉選手をはじめとしたですね、女子選手っていうのがですね、最近ね、さらに輝き始めたなと思って、この動画をね、作らせてもらいました。まあ、今シーズンね、日本記録更新できるかどうかわからないですけども、他のね、実力者である君島選手とか、三ヶ瀬選手とか、青山選手とかね、バチバチね、競い合いながらですね、ぜひね、100メートル10秒台というところにですね、向かっていってほしいかなと思います。今後もですね、児玉選手の活躍に期待していきましょう。じゃあまた皆さんのですね、リクエスト、質問ありましたら、コメント欄に書き込んでみてください。ではまた。